仙台市立大沢小学校は、宮城県仙台市青葉区芋沢にある公立、小学校を、1873年に芋沢小学校として設けられ、1889年に大沢小学校に改称した。芋沢では、江戸時代の安政年間から1873年まで、菊池助一郎が、寺小屋で、子供たちを教えていた。 1873年6月30日に、芋、沢村を第7大学区第1中学区第19小学区として、学生に基づく芋沢小学校が開校した。開校時の校長心得は、菊池聖一で、生徒は75人いた。学校ははじめ長泉寺に置かれ、1881年に、うなねじめ神社の旧道場を校舎にした。 芋沢村は面積が広く、小学校の位置はその中で北東に偏っていたので、創立の翌1874年に赤坂に川前文教場を置いた。西隣の大倉村には芋沢省と同じ年に大倉小学校が設立された。1889年4月に芋沢村と大倉村が合併すると芋沢尋常小学校を 大沢尋常小学校と解消し、大倉尋常小学校は、その分教場になった。大倉小学校は1898年に再び、独立した、小学校になった。川前分教場は、1885年から1887年に、分立してからまた分教場になったが、1941年に、再び分離して、川前小学校になった。 分け教場のまま推移したのは、芋沢の南東部に置かれた大竹文教場と南西部に置かれた口文教場で、共に1899年に設置された。大竹文校は1968年に廃止された。口文教場は上川前文教場と解消してから、川前小学校の分立の時にその下につき、1969年に廃止された。 1886年の小学校令で、小学校が、尋常小学校と、高等小学校の2段階になった際、芋沢小学校は尋常小学校になった。1923年に高等科を併設した。1929年7月に、木造2階の校舎を作って、現在地に移転した。当時の生徒数は445人であった。 第二次世界大戦中の1941年に小学校の名を廃して国民学校と改めた。戦後の1947年に学校教育法によって小学校に戻った。同時に新しく設けられた大沢中学校はしばらくの間大沢小学校の教室を使っていた。1955年に251人。 1975年に148人と生徒数は減少傾向にあったが、その後住宅団地の増成によって急増した。1974年に鉄筋コンクリート2階の校舎を新築した。1982年に鉄筋コンクリート3階の西校舎を増設し、これに1988年に当校舎を継ぎ足した。 1873年の数値は、宮城町子本編413ページ、1929年は414ページ、1955年から1968年は419ページによる。1969年から1987年は、宮城町子続編283ページによる。地域の公立学校への進学の場合、 仙台市立大沢中学校へ進学する。ありがとうございます。